け。どうしよう、頭の中からコギミュンが離れない。ちょっと待ってくれ。でコギミュン説、おい、トリセツってなんだミュン。ミュンありがとうありがとう、こんばんは。ほいほいミュン、あのね違うんですよ、いたん今日ちょっとあっちだわ、あのコギミュンのなんかトレーナーを買ってきたんですよ、いたん。ミュンありがとう、こんばんは、ハク様。ミュン、あー見た、ありがとうミュン。いやそう、あのリップモンスターをずっと気になってて、そう買ったって言うから、そう、そしてキララあれかわいいね。ミュンありがとうミュン。ちょっとコギミュンのちょっとトレーナー持ってくるね今。ミュン、よいしょ、あこれだっけな、コギミュン。コギミュンの歌ってみたとショートアニメ本当に楽しい。テッテッテッテー、これです。テッテレー、どっち、ほらテッテレー、コギミュンのトレーナー。あの安くて、あの690円プラス税で買ったんです690円プラス税で買ったんで安いかなと思って。そう、なんかコギミュン好きなやつみたいになってくるじゃん。ミュンミュンミュン、おかえりごさんありがとう。ミュンありがとう、チラさんこんばんは。料理しようか迷っていたら始まったら何作るの。あおいたんはお肉を食べてきた。深夜バ配布中ありがとう。そしたん深夜バ今日はいつもより早いね。そうなの。ミュンエジムさんがミュンっていうのかわいいな。麺は2つありました。麺何麺にゃ。日中携帯ほとんど触れないモードになってしまってました。なかなか投げれずお忙しいのね。誰、あおいたんだよ。こんばんはあおいたん、こんばんはおけちゃん、おかえりなさい。リップモンスターティントじゃないのに全然落ちない。やっぱそうなんだ、だからどこにも売ってないんだね。飲み物とか飲めちゃう、強い。いやなんかやっぱりそう、これ女の子の悩みよね。そうマスクをする、かつやっぱ食べ物を食べるとリップって落ちるんですよ。だからどれだけそう落ちないかっていうリップを探しているよね。700円だよ700円。埼玉北西部の JC アンチが入ってたのねなんで埼玉なのね。ハロウィン用から、これハロウィン用で、これちょっとじゃあピューロのハロウィンに着てくパジャマなの。こんばんはお弁当さん、こんばんはおかえりなた。昨日作ってあるから今日は副菜、偉いな、主菜と副菜とみたいなやってるの偉いな。私あおいたんのマスカラが知りたい、まつげギュンギュンで昨日じゃない、一昨日だっけ。そうマスカラを説明してて、あおいたんはヒロインメイクのマスカラを使ってる。今日とか塗ってないよ。そもそもあおいたん普段はマスカラ塗らないんです。今とかもあのなんか何も塗ってないけど、ステージ立つ時とか舞台とか人前に出る時はヒロインメイクのマスカラをつけてて、でちょっと友達と遊びに行くっていう時はなんかさ、自然に見えるまつげみたいな赤いやつあるじゃん、あれつけてるねん。キョンどさくさに紛れて自分の名前やないかおかえりキョンピー、エジミュン、かわいいエジミュン、かわいい謎の生命体。いやいや、あのズボンの人コギミュンで、コギミュン
コギミュン。コギミュンっていうのは、まあ、前も言ってるけど、あの小麦粉のキャラクターなんですよ。でなんかアパートだかマンションの管理人をしてて、いつもねお空を飛んでるんです。なんかこれなんかびっくりすることとか悲しいこととかあると小麦粉の粉になっちゃうんですよ、ここから。イベントが先週はよかった、今週は3分の1も、おい、ひえん。ナンバーごときがレナテンにフォローされてるとは。レナテン、いやでもなんかわかんない、レナテンはなんかあのノンシュガーてか、そもそもノンシュガーさんとちょっとなんか前なんか親交があって、何会ってはないけど、なんか久しぶりって感じでなんかあのマイスターは仲良くなった。で税込み700円です。アイス、あら晩ご飯、晩ご飯カステラなの。たまたま再入荷とタイミングあって買えたの、本当に見かけたら買うという強い意志で。いや、葵たんもそうなのよ。なんだっけ、葵たんは1番が買いたい、1番あの1番よ。おはよう先生。ヒロインメイクいいっていうね、私も買うかな。でもいや、そう落ちない。だからなんか汗とかかいてもなんかそのなんかパンダ目とかになるとかじゃなくて、ポロポロ落ちてくるから、なんかあの良いなと思う。メガネはつけないのか。おいたん、いつつける？いつでもつけるよ。コゲミンの方が人気。誰コゲミンって沖縄にいるんかな。コギミン初恋カフェやってるよ、9月12日まで。いやもう無理だ、もう行けない。12日、無理。行きたいな、行きたいけど明日無理だし、明後日も無理だ。コギミン、違う、コギミン好きじゃない、別に好きじゃない。クイロしか勝たん。誰、あれその子って、あれ今はあれ一緒にいる、なんかさ、ほらさ、レナテンとさ、なんか前いた子何人か、なんか今ユニット組んでるじゃん。外人のステアカ減ってるのに、サンケイトは恐れ入ります。ありがとうございます。今ちょうどそうこうやって言うとなんかフォロワー減る現象なんですけど、あの今ちょうどぴったりツイッターのフォロワーが3000人なんですよ。そうだから、あのみんなもっと増やしてもらって、この前は久しぶり東京、めっちゃ楽しかった。こちらこそ団長、こちらこそありがとうございます。写真も載せてくれて、あのプレゼントまでどうもありがとう。てか本当に葵たんのこれのために東京に来ると思ってなくて、そうありがとうございます。本当にありがとう。大丈夫、体調崩したりしてない？あーダメだ、3日前までの予約だった、もう終わっちゃえ。じゃあ次コギミュンカフェ行こう、一緒に。私が買った時一番あった、買っておくればテレパシーで、ちょっとじゃあ作るわ、もう専用ポスト。進撃の巨人見てた？あーちょびっと、まあちょびっとっていうか、なんかおおよそ途中まで見てた。部屋の模様替えはしてないよ。週末デートかいいな。いやちょっと電波がわかんないけど、ちょっとそう配信ちょびっとします。私は2番買った、いらない。2番なの？あ、2番か。あおいたんはなんかちょっと濃いめのピンクとかちょっと赤寄りのをよくつけるので。そうエルミンが丸焦げになった名称、焦げみね、かわいそう。なんかもうさ、丸、なんかさ、進撃の巨人で丸焦げとか、なんかもうさ日常生活だよね。遠征の時メガネつけて、つけないね、つける撮影じゃないね。深夜は配布中、体験使いさんありがとうございます。はじめまして、来てくれてありがとうございます。葵たんことナンバー葵です、よろしくお願いします。ぺこりんちょん、おかえりさとぽーん、こんばんはぽーん、ありがとうぽーん、ありがとう。ちょっと一個だけ、じゃあ今日は今ですね、この何ウマ娘のウマ娘というね、ゲームとアニメがあるのがあるんですけど、ウマ娘プリティダービーのメタルカードコレクションを
開けてて、今のところ推しが出てない、かすりもしてない、本当になんか本当にかすりもしてないの。そうだから、そうなんか今のところのラインナップこんな感じね。ライスシャワーでしょ、ウイニングチケット、ウイニングチケット、大宅エリオス、推しが出てこないから、ちょっとあと3つしかないんですね。そう3つしかないんで、まあ今日1個開けますよね、開けます。撮影で SNS、 そうあの全く遊びとかじゃなく、普通になんかお仕事であの行くんですよ。早いな、みゆたさん、ありがとう。ドラゴンさん、こんばんは。遠征いつ頃なの？え、あさってあさってからあさってからみゅんみゅん、だー、服かわいい、ありがとう。たくまさん、こんばんは、おかえり。メガネなし、みゅん、ちょ、メガネは忘れなかったら取るね。鬼滅は今腕がいっぱいある人と戦っているとこ、あ、手鬼かな、手鬼かな、いいよ、いい、順調順調。箱買いじゃないのか、なんかね、そもそもなんか残ってる数が少なかった。また馬娘か馬娘興味ない、ほいほい。今日はおしゃれな服やん、いつもだよ。あれの相葉がズキュンドキュン走り出し、馬娘は未だ、え、リスマラ、何が、どれがいいの、どの子がいいの。多分レクタンはより強い子を出してから始めるんだな。マテリアル来る、来ない、これマテリアルって誰、ちょっと馬娘にいる子しか知らないんだ。そう、で近い、そう、ちょっと誰か荷造りしてくんないかな体調大丈夫よ、アオイタンのためだけに遠征しちゃったのよ、ありがとうありがとう、本当に。そうだ、なんかあのね、またちょっとゆっくりお祓いしましょう。そう、なんか秒で終わってしまったから。ウマ娘知ってる、団長、せっかくだから遠征チェキって取って売る予定はないだろうな。あー、取れれば、一応スタッフ一人いるので、あ、母親とかじゃなくて、あのスタッフがいるので取ってもらえばいけるかもしれないけど、あとはちょっと天気とかによるかも。みんなうちに綺麗になってありがとう全く興味ない。なこれもな、猫娘だと思えばいいね、ほいほい。あー、この子はアメリカンショートヘアっていう感じよ。ウマ娘のカード、そう、カードあるの。よし、だからこの中に、2枚カードがあるので、アオイタンはこの東海帝王とメジロマクイーンが欲しいんです。そう、出るようにみんなお祈りしてみん。決めてれば、テレビでやるやん。あ、そういえば、そうだね。今月末やる。今週末からじゃないっけ。みゅん。あ、おかえり、まごちゃん。みゅん。いいよ。荷造り手伝うね。パンツとか、下の着。いや、自分でやります。こんばんたん。ありがとう。岩永さん。ありがとうございます。あれ？ありがとう。こんばんは。はじめまして。ありがとう。来てくれて。あおいたんこと、ナンバーおいです。よろしくお願いします。まだ帰ってきたばっか。うん、割と。こんばん、はるこたん。こんばん、やすいにゃん。お帰りなさい。母上じゃない、スタッフ。やばくない、やばくない。何もやばくない。はい、ということで、では何が出るか、お見せしましょう。あー、本当にそろそろなんか、来てほしいな。行くよ !3、2、1、チャラリー、腹からぎゅうぎゅう、あー、ダメだ。これも一枚かぶり、なんかオフ会の時にこの間ファンの方と一緒に開けたんですよ。その時に出たうちの一枚がこれだね。これです。これ目白パーマ。これとね、あれどこ行った？あれどこやった？置いた今。ヘリオス。これとこの子が仲良しなんです。作戦が逃げ。そう。うちらずっともだよねっていう仲良しです。はい。悲しい。
で相変わらずハサミは用意してないらしい。ちょっと早く言ってよ人のせいにするハサミさいつも思うんだよね。そう、後々お目にかかれる撮影だと思うんですけど、ちょっとやってみないと葵ちゃんも分かんない。そうちょっと分かんないんですよ。そうでもなんか行ったことない地なんで、あ行ける、面白そうって感じで引き受けました。何が出てもよく分からん。例えばまあだこれがアメリカンカールで、これがあれだよ、ロシアンブルーみたいな感じだよ、猫で言うと。どんまいありがとう誰。そうなんかね、そうなんですよ、メインのキャラじゃないのよね、アニメの。そうなの。見せてから画面から消えるまでが早すぎて、葵ちゃんのすごい洞察力で、洞察力ああ泣いてる、悲しい。なになに、富岡さんくらい。あ、鬼滅の刃で言うと、鬼滅の刃で言うとこの二人はあれです。途中で出てくる清澄奈穂っていうなんかお手伝いの女の子3人組がいるんです。その子みたいなポジションです知らんし、悲しい。一瞬で分かるのが分かるよ、推しじゃないことは分かったら、すん悲しい。あと2枚しかないんだけど、もう出る気しないね。で敵距離が全然違うのか、本当の馬と。そうなの。何の遠征、撮影ミュン。あ、オーリーさんこんばんは。ロシアンブルーの方が好みかな。葵ちゃんは好きな猫はスコティッシュフォールドです。何なんかすごいふわふわで、なんか手が短い。サデニオメありがとう、メありがとう、知らんにゃー、清澄奈穂。そのレベルか。そうです、そのレベルです。そうちょっとそうアニメにはちょいちょいいるんだけど、そうそうなの。五等分の花嫁の方がいいんじゃね。あー、五等分の花嫁かわいいね、わかる。昨日ワクチン2回目でお熱で家で午後、ワクチン2回目どうです、熱結構出た感じなの。そう、撮影水着か、ありがたい。いやもう夏終わったよ、終わったグラビアとかの撮影違いますグラビアの撮影がここに来てくるかね。いやまあ、なんかちょっとお見せできるあれだったら言いたいと思います。あとですね、そう思い出した、以前ショールームイベントで獲得した元祖神焼きホルモサさんという、まあ、ラム肉とかマトンとかお肉をね扱ったお店のイメージガールを、8月から勤めているんですけども、本来8月9月10月の3ヶ月間がイメージガール期間なんですよ。でも約ね3週間ぐらいお店がね緊急事態宣言のあれでお休みになったんです。でかつ今営業再開したけどランチタイムのみなんですよ。なので1ヶ月延長になりました、ありがとうございます。なので8月からスタートして11月末まで、ホルモサ、日本橋にあります。日本橋のお店の元祖神焼きホルモサのイメージガールなので、コラボドリンクもあってね、ぜひとも皆さん行ってみてください。葵ちゃんもね、そう早く行きたいなと思っていて、そうぜひともそう、まあね、そう無事になんかあんまり活動できずにとりあえず約1ヶ月終わった感じだったんで、そう聞いたら1ヶ月延長ということで、スクール水着と聞いておりますが病気なんだと。スクミズ好きじゃないだろう。ホルモサまだやってるのか。まだこれからだよ。ホルモサさんありがとうありがとうございます。そうだ、ぜひとも皆さん、パチ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 、そのまま延長してクリスマスまで。だからこっからいかにホルモサを乗っ取っていくかっていう計画だよね
ホルモンさん祭りじゃん。そうホルモンさん、そうコラボメニューは、まあ、の苦手な方もいるかもしれないですけど、岩下の新生姜を使ったジンジャーエール、ピンク色のジンジャーエールになってます。あいにょんが、溝に落ちるドッキリ撮影希望。それ大阪、大阪の思い出。もう年内でよくないね、年内ね、ホームページにもさ、ほらあいたん名前載ってるしね、年内にしてほしい。ラムを頑張って好きになります。あーそうラムもね、でもまあラムが苦手な方だ、そのまあ羊とかイノシシとかなんかその苦手だよって方は、あの普通に豚肉とかあります。ラム肉好きなのよ、特に肩。え、わかんない、おいたん肉の部位とかわかんない。肉食べれれば何でも好きだから。のりおさん一緒に行きますか、行こうぜひとも。好きじゃないのもバレてた、怖ーいや、見えてない方が好きなあるやん。今日の14時まで腕が1回目より鬼痛いだけだったに、お熱出始めた37度4分。え、結構あれだ、これから上がるのかな。ピザがうまいならよかった。乗っ取り、みんなで通えばなくはないかも。そうだから、ちゃんとみんな行くたんびに、あのこれ写真撮っていいですか、ナンバーおいさんのファンなんですって言ってあのみんなアピールして帰ってもらわないと、そうあのあおいたん効果なかったなって思っちゃうからね。そうあと、これおいしいですね、ナンバーおいさんのファンなんですけどね言ってもらったら、あのねいい影響が東西線のタミナでいつでも駆けつけ、本当ですか、ぜひとも。そういうランチしかやってないんですよ、平日のホルモンさん乗っ取り計画。そうただそう土日やってなくて、平日の11時から14時までしか行ってないはず、変わってなければ。うん、なのでまあ、ちょっと短いあれですけど、そう、まあ、アルコールもね今提供してないですし、全然大丈夫、食べるわ、食べて、嬉しいよ。ラムは臭くて、そう臭いっていう人もいるよね。日本橋店だけなの。そう日本橋だけです。うん、だと思う。うん、だってわかんない、そのショールームイベのタイトルがなんか日本橋のってついてたから、美味しいラムあまり臭くないって最近知った。へえ、なんかあいたん別に臭いとかあんま思ったことない、なんかラム食べて。すん、なんでちょっとゴーさん新生姜ティーも、あそうじゃん、岩下の新生姜ティー着ていきなよ。ちなみに岩下の新生姜パーカーが出たんで、あいたんちょっと近々買おうと思ってて。コラボドリンクあるんでしょ。そうそう、そもそも多分でも、そうコラボドリンク頼んだ人はあれこれ南波さんのファンかもしれないって思うかもしれない、南波さん効果かもって。平日のランチって結構ハードルが高い。いやそうなのよ、いやそうなんですよね。でもね何も言えねえ、葵たんも葵たんが経営してるわけじゃないから何も言えない。時間が厳しい。いやそうなんですよね、なんか緊急事態宣言が延長されるんでしょ。あちょっとまあねえ8、9、10、まあ、10月11月でね伸びたらいいですねめっちゃ短時間勝負やん。いやそう青いたんもだからなかなか狙いに行けなくて。こんばんは、今日も可愛い、ありがとうブルーライトさん、こんばんは。パーカーが出た、買うか。パーカーねめっちゃ可愛いのよ。そうパーカー欲しいけど色がな、ピンクだよ、かわいいじゃん。ナンバー T シャツどこ行ったんだろう。え、どれ、あおいたんの T シャツ在庫あるよ。ちょっとホルモさんにピザはある、あれいやピザある、なんかねサイドメニューでもねなんかいろいろあるんですけど、ピザはなかった気がする。平日休みの日の朝から狙わないといけない感じや。いやそうそう、それでそう日本橋って人によってちょっとなんかあるよね。コラボドリンクだけ飲みに行けばいいのですね。まあいいですけど、全然いいけどね。そう何きっとわかんない、もしお腹が空いてたらいい匂いで食べたくなってしまうのでは。冬場のおたかつで大活躍だねパーカー、確かに。いや可愛いよね、ワゴちゃんそれ着たら。アイタンとペアルック、ちょっとなんで喜べ、アイタンの力でどうにかならないの時間ならない。だから葵たんは
アミタンの力でどうにかできることは、9月のその誕生日でオフ会をしたかったんです。そう、オフ会で土日開けてもいいよと言ってくださってたので、開けようとしてたんです。そう、じゃあちょっと厳しくなってしまって、ちょっと厳しいね、すとこどっこい、東京行くのめんどくさくて、なんと、でもお高いんでしょ。お高くない、もうでも安い安い、安くないけど安いな、大丈夫だよ、全然チェキより全然いける、平日の14時までって。そう、逆になんかさ、でもさ心配になるよね、なんかその短時間で営業してお店をやっていくのがすごいなと思っている葵たん。あとはあれなんですよ、そう、なんだっけ、そのホルモサのショールームイベの時に10万ポイント達成した人は全員ホルモサの何なんかセット、なんか食べれるセットがもらえるっていうので、冷凍庫にお肉があるんですよ、あいたん。だからいつかちょっと食べてるのを載せたい、載せるか配信で食べるか、ちょっと配信で食べるの厳しいかもな、まあ、食べてる動画か何か載せたいと思っている。俺が入り口のドアをガシガシやったのは絶対に大丈夫ないか、ガシガシじゃあチェキ買うの控えるか、まあそれホルモサ行くなら仕方ないわ。短時間も心配ないし、逆に密になるんじゃ。いや確かにどうなんだろうね、まあ、ちょっとアオイタもね、そう、ちょっとまあみんなよりアオイタが先に行ったら報告します。そう、誰かが先に行ったらちょっと報告してください。アオイタとの初デート場所はホルモサ、ちょっとあれかも、いいじゃんいいじゃんか。でスッキリはいつ放送、スッキリじゃなくてイットです、イット。しかもいつ放送かわかんないのよ、9月中って言われた。こんばんたん、ありがとう。ぐちレオさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。あおいたんことナンバーあおいです、よろしくお願いします。ピコリンちゃん、YouTube で食べる動画、いやそう、ちょっと載せるか見せるか。新生姜のパーカーって白、白あったっけ、ピンク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 です。いやいやいや、そこはチェキ買えと言ってほしかったわいやしょうがないかなはい、ということで、そうで、となるとですよ、となると今イメージモデルを務めている埼玉県の南越谷にあるアイラッシュ&ネイルモアさんは今月末で終わりじゃない？あれ ?8 月からだっけ、あれも、あれ？ん？え ?7 月からじゃないっけ、あれ7、8、9、あれ ?7、8、9 だっけ ?8、9、10 だっけ、いや、7、8、9 7、8、9 です。7、8、9なので今月末でイメージモデル期間は終了になると思います。わかんない、ホームページとかにはいつまで葵たんの画像が使われるかわかんないけど、なんか雰囲気的にいつまでも使ってくれそうな雰囲気ではあるのよ、お店の方的になんかあれなんですけど、まあみんななんかホームページとホットペッパービューティーに、そう、アオイタンが載ってるんで見といて。なんでイットか、イットって書いたやんストーリーに。いいじゃん食べる動画、ゆきりんがどん兵衛食べて動画見てどん兵衛食った、だからどん兵衛食べたのか、なんでワゴどん兵衛食べてんだろうって思ったん。これピンクなのかクリーム色とかかと思った、あれどうな、なんか青いたんピンクだった気が、でもまあまあどちらにせよなんか可愛いなと思って買おうと思ってたので。ペニーワイズ、ペニーワイズって何、マジかよ、もっと通わないと、もっと青いたんもネイルしないと、使ってもらえなよ清楚系で。いやでもなんか優しいんですよ、そうだってなんかわかんない、すごい写真が葵たんになってからなんかすごいそのモデルさんが可愛くて来ましたって言ってくれる人がいてって、嘘と思ってそんなことあると思ってとか、なんかそのやっぱそういうなんていうの、なんか
あのちゃんとこう撮影してもらってホームページとかに載ったことでなんかお店の雰囲気が分かったから気になって来てみましたっていう人もいて、とか、本当に優しいですね。そのままもう専属モデルになったら、いやなんかね、そう、あの乗っ取る気で乗っ取る気で、アウターもね、ネイルね、そうずっとしてほしいですし、どん兵衛、それな、そう、なんでどん兵衛食べてんだわごって思ったん。金曜はプロレース、プロレースやったじゃん、モデルが可愛い。いやね、いいこと言ってくださいますね。で、アウターも今までなんかそのネイルのお店とか、まあまつげパーマとかそういうお店とかってなんかなんていうの、どこがいいかもわかんないし、なんかあんまり手を出せなかったんですよ。そう、まあ、そもそもズボラな性格なんでね。そう、まあ人前に出る時とかはちゃんとなんか塗ったり綺麗にしたりするけど、となんか普段はなんか何もつけない感じなんです。そう、でそれがね、こうやって美意識が上がって嬉しいですね。すごい有名人じゃん。いや一途、それが見えたら終わりに出てくるピエロ、何どこど、何の言葉なのかな、それは。もうハードルが高すぎて、いやもし本当この中で行ったよっていう人がいたら、なんかもう行ったよっていう証拠写真を載せた、もうね、あげるよ、なんか撮影したオフショットの生写真1枚、もう行ったよっつって、なんか爪でもまつげでも行ったよっつって、なんかもう教えてくれたらもうあげるわ写真。カウント50完了、ありがとうございます。カウント、ありがとう。桜を送ってないの。そう、乗っ取り乗っ取り。そう、まあね、いろんなとこで、そう、アオイタンの名前もね覚えてもらえたらね。バナナならワンちゃん、あ、バナナぜひ、恋するバナナさんは、まあアオイタンの色紙飾っていただいてるんで、みんなバナナジュース飲んで色紙取って、そう、ホルモさん、オレンジまでウーバーしてよ、登録してないけど、アオイタンのアオイタンもウーバーはやったことないんで、そう、ズボラじゃない、何もしてないのすごくいいわありがとう。いや本当にね、そういうのをやろうとすると眠くなっちゃうんです。 IT イットか、イットはホラー映画、やだホラー、やだ。イットはそう、アオイタンがなんか偶然人形町の抹茶のお店に入って出たら取材してもらって、そう聞いたらフジテレビの夕方やってるイットって番組で9月中に放送される予定ですって言われている。行きたいけど行けないんじゃ、まあ、孫はそもそも遠いからな。ホルモさん、閉まってる写真をアップしたからもらえるね。ホルモさん閉まってる写真は、いやいや、もらえないもらえないいや確かに、そう、食べ物と美容ってやっぱちょっと男性はね、そう、ちょっと美容はちょっとハードルが高いなと思っている。そう、はい、ということで皆さん、早い時間ですが終わりにしたいと思います。コメント流れちゃった方いたらごめんなさい、またコメントしてください。なんか目が乾く、なんかさ、右目が乾くだいだー。でホルモさん行きたい気はそれない、そうだからちょっとぜひ行ってくださいませ。ミュン、あーミュンなの、今来たばっかり、まばり、いつ放送、そう、しかもイットってなんか3時半ぐらいから7時ぐらいまでずっとやってるなんかニュース番組なんですよ。そう、どうするって感じ。いやんミュンやめてミュン、ミョン、違うミョン違うそれはアオイタンもできる、みょん。5位ひろたむありがとう、4位ブーありがとう、3位もーちゃんありがとう、2位ほいほいありがとう、みょん、
いちいハロミンありがとう。他にもタネや50カウント、コメントありがとうございました。右上のハート白い方は毎日配信してますので、ぜひピンク色にお願いします。あと葵田のツイッターやインスタグラムぜひフォローしてご覧ください。ペコリンちゃん、そうなんですよ、そうインスタにも誕生日の投稿しようと思ってたら、もう誕生日から1週間経っちゃったや、もうどうしよう。1週間経ってはないわ、これからか、明日で1週間経つわ、早い。うん、明日なんか今日めちゃくちゃ暑かったよね。ね、寒暖差が激しいですが体調を崩さないように過ごしましょう。よし、何のことでインタビューされたのか、お店のこと、アトリエ抹茶っていうお店なんですけど、なんかこのお店よく来るんですかとか、そういう話。ケーキ余ってないよ。あれ299、もうさ、あるよね、そういうの、もう悲しいね。そう、待つよ、しょうがないさ、そう、しょうがないさ、増やしていくだけさ。はい、ということで、じゃあコギミョンで終わりにしようと思います。コギミョンね、和子の方も暑いの。よし、では皆さん、今日もね早めに寝て、明日も楽しい一日にしましょう。以上、葵たんことナンバー葵でした。みんないい夢見てね。おやすみなさーい。